どうも、小杖です。またキャンドゥから新色出ました。今回は6色キャンディーポップシリーズです。キャンディーみたいに透明感があるのでライトな仕上がりもグッドです、とのことです。では地爪に塗っていきますね。スタート。キャンディーレッド、今回の新色にはすべて透け感ラメパールと表記があります。おー、なんかレッドっていうよりかちょっとコーラルっぽい感じがしますね。塗っていきます。あ、かわいい。地爪に塗ると血色がよく見えますね。すごく粒子が細かいです。かわいい、キラキラしてます。硬化します。2回目塗ります。塗り塗らも気にならないですね。結構塗りやすいです。今回新発売の他のジェルはちょっと塗り塗らが気になったんですけど、このキャンディーレッドは大丈夫そうですね。硬化します。2回塗ったところでボトルの色と比べてみます。実際のジェルはコーラルに近い感じがします。マットも塗ってみました。マットも可愛いね。次、キャンディーピンク。おー、この色は昭和のバブルの時に流行ってたフューシャピンクかな。すごい鮮やかな色です。で、私にとってこの色はちょっと塗りづらかったんですよね。ムラが入りやすくってうまく塗ることが難しかったです。なのでさっきのキャンディーレッドより時間がかかりました。ちなみに硬化させた後も未硬化ジェルが残ってペタペタします。2回目塗ります。2回塗るとムラ感結構薄まりますね。2回目塗ったところでラベルの色と比べてみます。結構近いのでは。マット塗りました。キャンディーイエローです。あ、この感じ前に発売になったキャンドゥの既存のカラーに似てますね。後で色比べてみます。あ、結構薄い感じ。これも結構均一に塗るのが難しいかな。硬化します。2回目塗ります。グラデーションに使いやすいジェルかなと思います。2回目塗ったところでラベルと比べてみます。結構違うね。印象違いますね。マットはこんな感じ。キャンディーグリーン、おお、これはまさにマーメイドみたいな夏にぴったりの色ですね。あ、結構薄い感じ。やっぱりマーメイド感半端ないな。薄い薄いグリーンなので地爪のピンクの色に持っていかれる感じがするかな。2回目塗ります。綺麗に発色させるには2回以上塗った方が良さそうですね。ラベルの色と比べてみます。結構印象違うかもしれませんね。このクリアって書いてあるこの薄いところに近いかな。マットコートをするとこんな感じです。キャンディーブルー、あー、なんて発色のいい綺麗なブルー。夏にぴったりですね。じゃあ塗っていきます。あー、これも結構薄付きですね。私がケチってあんまりのせないのがいけないかな。やっぱり地爪のピンクがちょっと干渉して青が発色しづらい感じに見えますか。見える見える。2回目塗るとどうかな。あ、結構青っぽくなりました。鮮やかに発色させたいときは3回塗る方がいいかもしれませんね。はい、ボトル色比べ。ラベルの色よりもだいぶ優しい感じのトーンです。マットで仕上げるととっても可愛かったです。ちなみになんですけど、これ
キャンドゥのピールオフの上に塗っていて、塗るたんびにこうやって剥がしていってます。結構つるんと取れます。地爪にもほぼほぼダメージなしでした。キャンディーホワイト、あ、このジェルのそっくりさんいたかもしれない。後で色比べてみます。地爪に塗ってみます。おお、これはものすごく透け感ありますね。違う色のジェルの上に重ねると可愛いかも。2回目塗ります。2回塗ると結構ゴージャス感出ます。しっかり発色させたいときは3回以上塗るのがおすすめかと思います。ラベルの色とはもちろんちょっと違うんですが、まあホワイトなので白ということにもできずにブルーにしているのかな。マット塗りました。お上品なパールな感じ。ここから既存のカラージェルと色を比べていきます。このピンク色の上に塗っていったらちょっと地爪な感じでいいかなと思ってやってみますね。まず今回の新色キャンディーレッドで、ちょっとコーラルっぽいのでシャイニーコーラル比べてみます。全然色違うかった、はははは。はキャンディーレッド、シャイニーコーラル。次、今回新発売のキャンディーイエローとキャンドゥのパールシャインゴールドを比べてみます。お、これは結構近いよ。そしてキャンドゥのグリッターゴールドも比べてみます。これは違ったね。うん、でも最初の2つは結構似てますね。これキャンディーイエロー、パールシャインゴールド、グリッターゴールド。次は新色のキャンディーホワイトと既存のパーティーホワイト比べてみます。お、めっちゃ似てる。光の加減によっては全く一緒に見えます。こちら新色キャンディーホワイト、こっちパーティーホワイト、似てるなぁ。新色のキャンディーホワイトの方には透け感と書いてあるので多分そこが違うのかなと思います。以上、新色のレビューでした。ご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でドローンします。